どうも、新宿109の健三です。本日なんですけども、東京は赤坂見附に、いてます。時間がですね、もう夜の24時超えてまして、まあ、訳あってここにいるんですけど、今、社会問題になってます。山梨県の桃、盗難事件、ご存知でしょうか。Twitter とかメディアとか取り上げてるんで、まあ、ご存知の方も結構多いかと思うんですけど、今山梨県の農家であらゆる場所で桃とかあとは果物、他の果物盗まれてるみたいなんですよね。翌日とかに新宿、池袋、あとは葛西の方とか赤坂の方とかで果物が販売されてるんですよね。外国人が軽トラとかで果物販売してるみたいなんですよ。まあ、世間の人も気づいてるかと思いますけど、外国人の仕業なんじゃないかっていう、まあ明らかですけどね、ここまで来るとね、断定してもいいかなっていうところなんですけど、やっぱり法律で裁くためには証拠が必要なんですよ。今回我々は桃を販売しているトラックを見つけましたので、ちょっとね、張り込んでまずは桃を販売している人物の家を特定したいなと思います。まあそこさえ特定すれば、あとはね、その家の前で張り込んで盗みに行くところまで尾行できたらまあいいかなっていう、それができたらね、警察も動きやすいかなって思うんで、今回の企画は農家を救うための企画ですね。まあ、ああやって盗まれて格安で販売されちゃうと、ちゃんとした市場に出回らないわけですよ。はい、こういう路上で盗まれたものが販売されちゃうと、相場より低い価格で売られちゃうわけですよ。まあ死活問題ですよね、普通に考えて。まあ今回カメラマンしていただけるのが UE ホリデーという YouTube 運営してます上田さんにちょっとカメラマンやっていただいてます。ありがとうございます。ということで、まあ、今回なんですけど、流れとしてはですね、トラックまあ張り込んで、で家に帰るまで尾行します。タクシーとか使ってね、ナンバーが春日部ナンバーなんで、ここから約60キロあるんですよね、赤坂から。で、普通にタクシー料金で行くと3万超えるぐらいかかるみたいなんですけど、闇を暴くために使いたいと思います。まあ、今回僕がこれで闇を暴いて日本の農家を救えるなら安いもんですよ。ということでね、日本の闇にメスを入れていきたいと思います。医者じゃないけど、レッツショータイム。はい、桃の販売をしている車を見つけました。桃3個で1000円とかですね。ちょっと今から僕じゃなくて上田さんに買い出し行ってもらって、3個で1000円みたいなんで。3個1000円なの？高くね？高いんですかね。え、どうだろう、高いのかな。なんか高いって感じしたけど、まあ前7個で何百円だったような気がしますけど、わかんないですけど。じゃあお願いします。あ、もう忙しく疲れちゃって、もう起きてました。ああ、そうなんだ。何時から来てるんですか？8時前。あ、そうなんですか。日本人か、あれ。あ、買いましたね。はい、ちょっと桃買ってきてもらったんで、こんな感じですね。色どうですかね、熟してる感じします？全然わかんないみたいな。わかんないですよね。で、今回3個のうち5個かな、5個特別もらったんですね。はい、腐っちゃうからあげるっていう。さすがにこれちょっと熟してないですよね。こういう生鮮食品ってやっぱ冷やしてるとこに出すじゃないですか。スーパーとか八百屋さんってそのイメージあるよね。はい、もうこの夏の、まあ、夜ですけど気温にさらけ出しちゃってる、まあ、腐るってのもそういうことなんでしょうね。あそこのトラックで買う人がいないから今日もらったんじゃないですか。桃はあんま食わないんで、しかも買ったこともないんで、どれが売れてるのかわかんないですよね。まあ、とりあえずアジト突き止めたら、例えば1週間張り込んで、例えば7日目に奴らの車が動いて山梨県行くっていう可能性もありますもんね。わかんないですけど、泥棒現場を撮影できたらいいですよね。山梨って、はい、あともう一個有名なのはブドウ。山梨県はブドウが有名だから、今後もしかしたらブドウの被害っていうのも可能性はゼロじゃないよね。いやー、これはこれ取れたらでかいっすよ。ちょっと突き止めたいっすね。そうっすね。まあ、とりあえず あの車見張って出てくってなったらタクシーとかで尾行をする、ね、しましょう。なんかナンバーが春日部ですよね。春日部ですね。そこまで行くと3万ぐらいかかるんですよね、タクシーで。うーん、足立区くらいがいいよね。でも住んでそうっすけどね、案外都心の方。ちゃんと話したけど、はい、体力的にも眠そうだったし、うん、行くなら高速で帰るっすかね。いや、でもあの体力で春日部行けるとは俺思えない。うん、結構東京出るまで時間かかりますからね。まあ、ちょっと様子見ですね。ですね。はい、今ちょっと僕が着いてから1時間半ぐらい経つんですけど、まあ一向に動きはないですね。で、23時20分ぐらいなんですけど、今のところの予想としては24時ぐらいに車を出すんじゃないかなとは思ってます。わかんないですけどね。まあ、赤坂なんで結構夜人いっぱいいると思うんで、いっぱいもいないか、昨
金曜の赤坂クラブのボーイさんとか黒服の人いたんでちょっと話聞いてみたんですけど、あいこになんかあんまり有力な情報はなくて、まあ唯一の情報としては毎日いますよっていう話はしてたんで、とりあえずもうちょい待ちますか。まあ、今24時を過ぎました。まあ動きないっすね、相変わらずですけど、はい、今ちょっとライトついたんでもう出るかな、あ、出るかと思う、つい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 ちょっとバレないように、マスクする、ガチでこれ公園逃したらまずいですか、ね、でそこに結構タクシー止まってるんでそれを捕まえます、今のタイミングしかないですね、これそろそろバレそうだね、ちょっと大げさすぎますね、ジグザグジギちょっとさっきあのライトついたって言ったんですけど見間違いでした、はい、やっぱ軽トラの前に1台車いるんですよね、ちょっとまだ時間かかりそうですね、うん、はい、ただちょっと見づらくなったなっていうのは感じますね、こっちからちょっとポジション悪くなりましたね、うん、まあでもまた見つかっちゃうと警戒度がまた上がっちゃうんで難しいところですねこれは、はい、まあ、ちょっと今から後ろに回って張り込みましょうか、逆にさっきのところだと見づらくなっちゃったんでまた後ろ回って、まだ帰んないんですよね、金曜だから粘るか、さすがに僕が知ってるだけで多分3組、4組は売れてるんで4000円ぐらい、はい、今車閉じたんで今からちょっと行きたいんですけど、もう出る、マジ出る、もう前取っちゃう、普通のやつ、まっすぐ行った、タクシー呼ぶ、ドライブタクシーがない、タクシーがない、ケンジさんどこ、ケンドちゃん、はい、ということでちょうど車が出て行ったんですけどタクシーが捕まえれず、逃がしてしまいました、厳密に言うとタクシー捕まえたんですけどちょうど赤信号に切り替わって距離が空いてダッシュで向かったんですけど、まあ見つからず、とりあえず新橋方面向かっていったんですけどそれでも見つからず断念しました、やらせなしだからこそ失敗多いんですよねマジで、タクシーの数今まで結構多かったんですけど少なくなってて、やっぱ時間も夜の1時半過ぎだったんで、まあ今回ちょっと1月29日見逃しましたけど、まあ、次ですね近日中にまた赤坂に出向いて、まあ、次はレンタカー借りてここから尾行しようかなと思います、はい、ということでとりあえず桃は買ったんで、まあ、ちょっと味を確かめたいなと思いまして食べてみたいと思います、じゃあちょっと食べます、まあうまいかもしれないですうまいかもしれないですね、まあ、冷たくない分ちょっとなんか公平性のあるレポートできないかもしれないですね、普段でも桃食わないんでねどう味が違うのかっていうのもちょっと分かんないんですよね、ちゃんと桃っすね、はい、2日目です、2日目ということですけど初日ちょっとねタクシー使おうとして失敗しちゃいました、まあ、タクシー利用しちゃうと遅れちゃう可能性が出てくるんでレンタカーを借りてきました、また赤坂見附にあのトラックがいたので今回も張り込んでいきます、で今時間が22時56分ということで夜の11時ですね、まだあの軽トラがいるんであのライトがついたら多分分かると思うん で前回に関してはここの道をまっすぐ行ったんですよね、交差点を左に曲がったんですけど、まあ、帰り道はそんな変わんないと思うんで本日もここ通っていくと思うんですよね、この道をまっすぐ、だからそれを待って尾行していきたいと思います、まあ懸念してるのは前回と違う帰り道を使っちゃうっていうところですね、こっちの後ろの方にもう一つ交差点があるんですけどそこを使われたらまた追いかけるのがめんどくさくなってくるんでここに
かけてるっていうところはありますね。今日も結構桃売ってるみたいなんですけど、前回と比べて桃の数は減ってるのかなっていう。あの桃が少なくなったら多分また取りに行くんですよね。今はスモモとかブドウとかも奪われてるらしいんで、まあ、そのうちそういう路上販売する業者も出てくるんじゃないかなと思います。業者って言っていいのか分かんないけど、ネットで結構調べてたらグエンって言われる人物がこういう果物の路上販売をしてるみたいで、まあそのグエンっていうのはベトナムの人らしいんですよね。ベトナム人の 40% がグエンさんっていう名字らしくて、まあ、そのグエンさんが路上販売多くしてるっていう、まあ、今回そこもちょっと突き詰めれればいいのかなと思います。多分ね、春日部ナンバーなんですけど都心に住んでると思うんですよ。ちょっとそういうところも暴いていきたいと思います。しばらく待ちましょう。今ちょっとスマホで、まあ、ベトナム人の犯罪について調べてたんですけど、まあ、週刊誌が記事を出してました。ベトナム人留学生の犯罪が増加、なぜ彼らは犯罪に走るのか。外国人の中でベトナム人が一番日本での犯罪が多いらしいんですよね。まあ、内訳としては 100% のうち 30% がベトナム人で、まあ、2番目に中国が 27% で、その後のブラジル、韓国、フィリピン、タイって続くんですけど、まあ、6% 以下ですね。記事の一部をちょっと読んでいくと、実はベトナム人留学生の多くは勉強よりも出稼ぎを目的に来日している。日本で、留学ビザを取得すれば週28時間以内のアルバイトが許可される。そこに目をつけ留学を出稼ぎに利用する偽造留学生が急増中なのだ。留学ビザは本来アルバイトなしで留学生活を送れる経済力のある外国人にしか発給されない。そこで偽造留学生たちは経済力があるかのように見せかけるため、でっち上げの預金残高や親の収入が記された証明書類を用意する。留学斡旋ブローカー経由で銀行や行政機関に賄賂を支払ってとのことだ。そして留学に必要な費用は借金に頼る。その額は150万円前後に上る。ベトナム庶民の年収の10倍近い大金だが、日本で働けば簡単に返せると考える。しかし来日後に週28時間以内の法定上限を超えて働いても借金はなかなか減らない。結果学費の支払いを逃れるため留学先の日本語学校などから失踪する者が増える。また手っ取り早く稼ごうと犯罪に手を出す留学生も現れる。まあ、こんな感じで記事が書いてありました。留学生の待遇が悪いらしいんですよね、日本って。僕もちょっと軽く見ただけなんで、どこがどう悪いのかとか分かんないんですけど、もう今回の桃の路上販売に関しては販売してる人間がもう70、60ぐらいの男性なんで、留学生っていう立場ではないとは思うんですけど、まあ、不法滞在してる可能性もあるんじゃねっていうところはありますよね。最近やっぱ外国人の犯罪っていうか、まあ、悪質な稼ぎ方っていうのがいろいろあって、それこそやっぱ募金詐欺ってちょっと2年ぐらい前にあったんですよね。新宿駅西口の方で世界の貧困の問題を掲げて、それを盾にして募金を募るっていうやり方とか、あと最近ではやっぱ駅でコストコのお菓子を小分けにしてそれをちょっと高めに売るっていうやり方だとか、情に訴えかけてくるんですよね。コロナ禍で仕事先がありません、いやいやそうじゃなくて、お前ら留学生で来てるならお金はあるでしょ、それを偽造してきてるからお金が足りなくなってる。さっきの記事の通りですよ。あ、待って、ちょっと待ってください。あれ見てください、ウインカー出してますね。それズームにしてください。あー今片方しか見えない、左側ちょっと見にくいな。出そうとしてんな、ワンちゃん。動く準備しますか。外から見てくれないですか、一回外行って。あ、消えた、うん、消えた。今が23時半か。でも今日月曜日だから、もしかしたら早く帰る説はないかな。10分ぐらい警戒しときますか。そろそろ動くぞ、多分。はい、今動きました。行くぞ。分過ぎですね。前より20分は早いですね。間に車が割り込まなかったんで。よし、尾行開始だ。やっと来ましたね。ですね。現在ため池ですね。トラブルないといいけどな。うん。
見失うとか。いやちょっと臨戦態勢ですよ。結構なんかツイッター見てたら春日部路上販売桃とかで調べたら結構春日部ナンバーの車がいるんですよ。もしかしたら仲間かもしれないですね。前回もこの道でした。ここ行きましたね。ただもうこの時点で見失ってましたけど、新橋駅が見えましたね。そうっすね、こっち行ってたんだ。合ってたな。これでもうバレてたら結構警戒度高いっすよ。こっちまっすぐ行くと浅草橋とかそっちの方ですね。千葉の方面、ね、あー説はあるかもですね。今ほぼ車をほぼ横についてますね。あんまちょっと見えないので、ちょっと隠れましょう。葛飾区に入りましたね。四つ木っていうとこですね。四つ木、はい。よし。よし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 。今左がありますね。この本線を外れるってことはもしかしたらもう近いかもしれない。もう近いかもしれないね。松戸市に拠点がある説ですね。ありそうですね。これタクシーだとまじしんどいですね。あ、しんどいしんどい。1万5000もかかってたんじゃない、この線で。これ1万5000くらいですか。そんなもんじゃないのかな。あ、でも新山割町あるかもっと高いのか。2万ぐらい。あの、こんだけスイスイ行けるってことは慣れてるね、道は。ああ右行くと柏市だな。奥行きます、はい、お、ちょっと様子見ましょうか。行きますよ、俺も。ここから出てくるんで。来た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 。目の前歩いてますね。結構ボケてるんで多分気づいてなかったっぽいですね。
お父さん、お父さん、桃どこから持ってきたんですか。はい。お父さん、桃ってどこで、そう取ってきたものですか。桃売ってたじゃないですか。ああ、そうどこから取ってきたものなんですか。どこから仕入れたものなんですか。ああ、どうして。いや、ちょっとあの取材してまして、今山梨県の、ああ、これ、うん、山梨なんですよ。山梨からもらってきたもの。あ、そう仕入れ先があるから。はい、その仕入れ先って、あの、あ、そう開示できますか。あ、はい。どこの農家さんからもらってきてるものなんですか。あ、これは何とも言えないね。取ってきたものじゃないんですか。これ私が、はい、仕入れ会社の方でやってるもんで、はい、はいはい、あの路上販売してたんですけど、許可とか取ってた感じですか。あ、これ関係ない。ああ、移動販売は関係ない。移動販売、そう、移動販売は、ああ、移動販売。お父さん韓国人ですか。私は日本人。日本人。あ、そうなんですか。今結構あの路上販売してる外国の方とか多くなってるのは知ってます。どうなのかな、今移動販売は少ないと思う。あ、5個で1000円って結構安くないですか。はい。今何個で1000円で売ってます。もう3個から4個で1000円で売ってます。それはちゃんとした仕入れ値で。ああ、これまた遅いから、いるから、住民いるから申し訳ない。じゃあ奪ってきたものではない。何ですか。その奪ってきたものではない。ああ、一切関係ない。関係ないですか。そう。あ、分かりました。もうまた遅いから、クレーム来ちゃうから。あ、分かりました。ありがとうございます。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。はい、ちょっと今行ってきました。建物の名前だけ、エアバッグ分かる。エアバッグポスト803です。じゃあちょっと建物名を後で調べましょう。はい、ということで今本当にリアルタイムで行ってきました。まあ、ちょっとボケてるような喋り方のおじさんですね。なんか発音がちょっと外国人っぽくて気になったんですけど、日本人とは言ってました。うん。わざわざここからね、赤坂見附まで行って路上販売。仕入れ先は開示できないということでしたね。怪しいです。怪しいですね。どこの農家なのか。ちょっと他に軽トラあるか調べてみますか。ちょっと事務所のっぽいところ、駐車場行きましょうか。はい、駐車場でまずゲートラ見て、同業者がもしかしたらいる可能性があると思うんでね。もしかしたらいるかもしれないです。ちょっと見てみましょう。そうですね。あ、でもここだと低いね。それっぽい車ないっすね。そうですね。これ来たよ。ほとんどマイカー。なんか手がかりあるか調べましょう。でも守ってね。このマークが気になるんですよね。うん、本当にちゃんとした農家だったら申し訳ないんですけど、あれ品番書いてあるかもしれない。マジだマジだってことは、マジもう前回なんか何もなし。なんか手がかりないかな。まあ、あんま混じっちゃうとね。まあそうですけど、ちょっと運転席行きましょう。これじゃ後ろは見れない。なんすかあれ。ホース。ライトのやつか。もしかしたら。レシートと通帳と。まあ生活用具一式っすね。お父さんの。桃3個500円。桃3個500円で売ってますよ。あれ、この前より安くなってますね。まあ、もしパクってたらですけど、パクってきた量によって変えてるかもしれない。うん。お父さん、これやっぱ違うんですか。これ百頭板入れちゃうよ。はい。百頭板。いいと。どうしたんですか。いや。はい、ということで、終わりました。結構長いことね、尾行して、まあバレなかったみたいなんですけど、まあボケてるおじいちゃんでしたね。突撃してみて、最初なんかボケてんのかなと思って。お父さん、
って言っても振り向いてくれなかったし、でその後やっとなんか会話になったんですけど、結局まあさっきも言ったように仕入れ先を明かさないとか、一つ気になってるのがここって千葉県の柏市なんですよ。個人の業者が山梨の桃どこで仕入れてるのかなっていうのは一つ気になってまして、どうなんでしょうね、謎じゃないですか。まずあの桃が山梨県産かどうかがまだわからないんで、まあまずそこか、確かに。まあどうでしょう、今回の件で、まあ、これが確実に盗まれた桃だっていうのは断言できないんですけど、まあ、ちょっと引き続きこの件に関しては追っていって、やっぱ日本の農家を救うためにこういう闇を暴かないといけないんですよね。で摘発してもらって、まあ、証拠があれば警察も動いてくれると思うんで、まあ、路上販売してるものを買っちゃうとやっぱあっちもしのぎになるんで、やっぱそれまた奪おうとするんですよね。逆に買わなかったら売れないものを奪う必要はないんで、奪うメリットがないんで、だから奪うことはなくなるとは思います。だから皆さんの協力も必要ですね、まあ、皆さんの協力と、まあ、僕らが行動して闇を暴いていくと同時に、まあ、奴らのしのぎを消すと、そこを徹底すれば日本の農家を救えるんじゃないかなとは思います。で他にもね、江東区とか江戸川区の方で路上販売してる、まあ、外国人がいるみたいなんで、まあ、今回自称日本人だったらしいんですけど、他の業者も今後ちょっと僕の方で探っていけたらなと思います。今回カメラマンユイホリデーさんっていうね上田さんにやっていただいたんで、概要欄に YouTube のチャンネル貼ってきます。ありがとうございます。ということで、今回の動画いいなと思ったら YouTube の拡散といいねコメント、そして、僕のチャンネル登録の勧誘をお願いします。以上です。